由美さん、直文さんと別れてくれてありがとうね。おかげで私たちは幸せになれるわ。よく浮気相手のくせに連絡できるわね。あんな旦那いらないわ。これからはどうぞ二人で仲良くしてください。確かに結果として私は由美さんから旦那を取った感じになったけど、運命の出会いだったんだから仕方ないわ。は？出会った順番が悪かっただけよ。もともと直文さんと私が結婚する運命だったの。由美さんには悪いけどね。もういいわ。もうあなたたちと関係はありませんから。そうね、ちゃんと慰謝料は払ってあげたわけだし、円満なお別れよね。直文さんは私が幸せにするから、由美さんは安心してね。はいはい、もう二度と連絡しないでください。はーい。由美さん、いきなり何ですか？私もあなたたちと関係ありません。待って、あの時はごめんなさい。でも話を聞いてほしいの。話？都合が良すぎませんか？本当ごめんなさい。由美さんから直文さんを奪ったのは本当に申し訳ないと思っているわ。そうね、うちの元旦那と浮気した最低女。今更何よ。でも今もうすごく大変で誰にも話せないし、元お嫁さんのあなたにしか話せないの。ますます意味がわからない。あのね、最近直文さんが冷たいの。今まではこんなことなかったのに。知りませんよ。めでたく夫婦になったんだし、二人で乗り越えてください。待って、最近直文さん由美さんに連絡してない？不安なの。確かに連絡はあったわね。やっぱり。どんな連絡だった？直文さんひどい。私と結ばれたのに元由美に連絡取るなんて。なんか復縁したいとこだったかな。気持ち悪くてすぐ消したから。詳しい内容はあんまり覚えてないわ。ひどい。私がいるのに。こっちはいい迷惑よ。もちろん復縁する気もないし、あなたたち二人がどうなろうが関係ないから。直文さんなんて言ってた？こんなのおかしい。幸せになると思ったのに。さあ、とにかくあなたと別れて私と復縁したいとか、すぐブロックしたからよくわからないわ。もう嫌。こうなるなら結婚していなかったわ。知らないわよ。幸せになれるって言ってたのは誰？あなたたちでしょ。それは騙されたの。騙されてた？直文さん借金があるなんて知らなかった。貯金も全然ないし、幸せな専業主婦になれると思ってたのに。それに車も違ったし。車？スポーツカーよ。いつもデートの時はスポーツカーで迎えに来てくれたの。ああ、あれレンタカーよ。え、レンタル？持ってた車じゃないの？私と結婚してた時は普通車しかないわ。あなたとデートで見え張りたかったんでしょ。ほんと気持ち悪いわ。嘘でしょ。私はてっきり直文さんの車だと思ってたのに。あと借金については、あの人若い頃からそんな感じみたいよ。そんな。ま、私も離婚した時に知ったけど、隠れてギャンブルやって借金してたみたいね。嘘、信じられない。でもあなたの旦那様でしょ。貯金も知らないけど、あの人に金銭管理は無理よ。騙されたわ。こんなの結婚詐欺よ。分かったわ。え？あなたと直文さんまだ繋がってるんでしょ。私から慰謝料取りたいからってわざと別れたんでしょ。ひどい。訴えるから。私は無関係よ。もう二度と関わりたくないからやめてもらえる？二度と連絡してこないでって言った時に元気な返事してたわよね。だってこうなるって分からなかったんだもん。もう嫌。
なら結婚しなかった。もうユミさんに返すわ。はあ？だから旦那さん返してあげるって言ってるの。よかったわね、ご夫婦に戻れて。だから慰謝料も返してよね。いや、意味がわからないわ。あんな旦那いらないし、慰謝料も返す意味がわかりません。なんでよ、お金返して。へえ、都合いいこと言いすぎじゃない？どこがよ。あんな旦那でも欲しいって言ってたのはあなたでしょ。慰謝料払ってでも離婚してくださいって、あなたたち二人でそう言ってたわよね。そうだけど。だから離婚してあげたんじゃない。感謝されることはあれど、恨むのはお門違いじゃなくて。でも直文さん冷たいし、次は私が浮気されるかもって思うと、もう何も信じられないの。え？浮気されるのは奥さんが原因って言ってたの誰？あなたよね。奥さんがしっかりしてれば旦那は浮気しないんじゃなかったかしら。それは借金が嫌？お金なんかなくても愛があればいいのって言ってたのってあなたよね。そうだけど、どんなに世間から冷たく言われても愛を貫くの。私たちは運命の出会いとかって言ってたわよね。でも運命の相手なんでしょ。お似合いなんじゃない？借金持ち、浮気癖の男とあなた、お似合いだと思うわよ。ひどい。だってこんなの知らないもの。貧乏な生活とか無理。私は幸せな専業主婦になるの。それ私に全然関係ないんですけど。勝手に浮気してそのまま突っ走ったのは二人でしょ。何よ。知ってるわよ。あなたたち二人とも感動されてるんでしょ。実家にも頼れないのよね。友達もいなくなってしょうもない男と二人っきりなのよね。かわいそうだけど私他人なのよね。もういや、お願い、一回三人で話し合いましょう。もう耐えられないわ。直文さん返してあげるから。だからもうあんな旦那いらないし、もう二度とあなたたちに会いたくないの。そんな、これっきりよ。もう二度と連絡してこないで。直文と愛の力で乗り越えたら、障害があった方が盛り上がるんでしょ。二人で頑張って。もしこれ以上私に連絡するなら弁護士に連絡するから。どうにかしてよ。末永くお幸せにね。私は第二の人生がスタートできてとても幸せよ。二人で仲良く愛を貫いてね。応援してるからね。じゃあ。風の噂によると、元旦那直文は DV 夫と化し、夏美は近くのスーパーでせっせとパートに勤しんでいるらしい。幸い子供もいなく、離婚した私は優雅なお一人様生活を送っている。離婚と同時に悪い月も取れたようで、仕事も全てが順調だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。